はい、どうも、ひろしです。はい、本日はですね、コラボ撮影ということですね。ひなしょうこさんとコラボということでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゆうさんのチャンネルの方でね、コラボ動画、アップされてますので、そちらもね、はい、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということでね、ゆうさんのチャンネルの方でいろいろですね、航空の科学のこの決裂についてということでね、はい、いろいろお話をさせていただいたんでございますが、まさかお会いできるなんて思ってもみない話でございましたので、テレビとかでね、よく拝見させていただいておりましたので、こんな機会が、やれる日が来るとは、YouTube やっててよかったなと、いうふうに、思っている次第でございますが、ちょっと私のチャンネルに、今回ご出演いただくのが初めてということで、ご存知の方も多いと思いますが、ざっくりと自己紹介といいますか、よろしいでしょうか。はい、自分でするんですね。作家で僧侶で、高野山真言宗です。で、高野山本願布教師という全国で布教することも許される資格を、いただいて、布教活動をしております。作品で言いますと、一番古いのが極道の妻たち、それから、あとは日常新聞の人々とか、少女犯罪とか、割とダークな光の当たってないところにスポットを当てて取材をし続けてきております。エイズ患者さんのボランティアをして書いた作品が私を抱いて、そしてキスしてという声が東洋数字の受賞賞をいただいております。はい、ありがとうございます。今日ですね、対談させていただくということで、昨日ですね、昨日で言うんですか、今朝なんですけども、今朝の朝4時半ぐらいまで、極道の妻たち見させて拝見させていただきました。はい、一作目の、はい、ありがとうございます。本当に私もその9月4日から公開されたグレーゾーンという、はい、人形映画を撮りまして、はいはい、そちらを、撮らせていただいた経験もあるんですけども、はい、いや、なんかそのもっとこんな深い世界があったんだなというのがすごく、見て思ったといいますか。時代が違います。あれは時代設定は当時の1986年ぐらいぐらいどうですか、確か。はい、暴対法とか、はい、暴力団廃止条例の前ですから。はい、そう、いや、結構それで、なんて言うんですか、私、撮ったグレーゾーンっていう作品はどっちかというとその、人気を、極道 の, そのお家騒動といいますか、跡目、はいはい、争いとか、はい、構想とか、そういうのを、テーマにした作品でございまして、はい、構想といっても、本当にもう刺して血が出て、ドロドロっていうのはどっちかというと、バトルといいますか、はい、そういう方に焦点を置いてるんですけども、やっぱり女性、女性たちの、その、はい、なんて言いますか、裏のその勘繰り合いじゃないんですけども、はい、そういうのとかもう、わ、すごいなと、こういうことを考えながら、皆さん動かれてるんだろうなというのを感じる、それが実際にあれですよね、実在される方から、はい、話をお伺いして、はい、それで、はい、ということですね、はい、結構その、幸福の科学っていう、その組織の、はい、宗教組織の中にいて、結構その、女性同士の争いみたいなのが結構起きるんですよね、はい、その起きて、それでその誰が権力を握るかとか、はい、例えば私ですと、その私とは下に兄弟、合計5人ですけど、はい、上に教育責任者みたいな女性秘書がいて、で、やっぱそこでも権力争いがすごいんですよね。はい、広志様さんと、さやか様さんと、まさき様さんといて、そうなんですよ。で、それで自分の担当している子供が成績がいいと、はい、その人の立場が上がるんで、なので結構その自分が担当していないその他の子供に嫌がらせをしたりとか、はい、いうことが結構あったりして、でもまさき担当の秘書の人からいじめられたりとか、はい、結構ありました、ね、すごいですね。もうそういうこととかもあったんで、なんとなくちょっと拝見させていただいて、はい、ちょっと近いと言いますか、通じるものがあったかなと。そんなガチンコで殴り合いとかそんなことはしないですよね。あれはあれすごいですよ。あれ結構長い尺でな、その気の上げでやってますからね。いや、怪我とかしてないかなとかすごい心配になっちゃって、結構長尺でやりましたね。はい、そうなんですよね。いや、ちょっとやっぱり、ね、ちょっと映像を撮ってる人間からしても、これ大丈夫か、これスタントやってないよなとか、そういうところとかも見ちゃって、はいはい、これ多分なんか生傷だらけなんじゃないのかなとか、その女優さんたちがとか、そういうこととか、ありましたね。でも本当に忘れられないのが、最後のクライマックスのシーンで、刺されて、亡くなっちゃうんですよ、その
セラさんとシャさん、ナセリノさん、はい、そうです、はい、そのシーンで最後それでなんていうか最後の、まあ、腹を支えている状態でそれで、はい、まあ、愛を確かめ合うシーンがあって、はい、そこで、はい、あのその蜜月の時を過ごしている時に帰って支えちゃうじゃないですか、はい、一番いい時です、そう、はい、うわーっていう、はい、そこでやられちゃうか、やっぱりそうきますよねまあそうですね、はい、まあそれは、はい、うん、完全にフラグを立てて、はい、いう感じにはなりましたけども、はい、それでもう殺された、でも絶命もうするの確定してある後に、はい、その最後にその、まあ、おっぱいを、はい、触って死にながらおっぱいを吸ってる姿っていうのがもう、はい、あれがもう印象的すぎて、あ、多分本当に人って、はい、死ぬ時って多分こういう感じになるんだよ、最後もう死ぬってなったら多分その一番 なんだろう、自分の本能が引き出しになるというか、はいはい、そう、あれすごいリアルだなと思って、残りますよね、あれはもう忘れられないですね、あれは。でもまあ、当時私が聞いた話ですけども、はい、プロデューサーがおっしゃってたのは胸の形が綺麗に見えるようにっていうので、はい、こう下から、まあ、こうやってやりながらっていう、はいはい、あ、そういうなんか撮影的な配慮が、ね、はい、あったということ、はい、あ、それは多分皆さん知らないですよねきっとそうなんですね。いや、もうやっぱりちょっと一応映画監督という目線から結構いろいろ見ちゃって、はいはいはい、すごいとか、いや、これ絶対怪我してる人いっぱい出てそうだなみたいなのとかも見てて、ね、ああいう映画がなかったので、あ、そうそうです、はい、女性版のがなかったのですっごい皆さんこう燃えてたというか、かっこいいですよ、この内股のところからピストル出てるシーンとか、あ、すごいですね、かっこいいと思って、あんなこと実際にはないんだけども、だけどもすっごく皆さん喜んで演技されてたと思いますよ、雨がいや、もうあと、もう本当にもう、すいません、もういろいろ話しちゃってあるんですけど、最後、もう本当に最後の最後のところで、ケーキを終えて出てくるじゃないですか、はい、その、はい、で、白い服着て出てくるじゃないですか、はい、真っ白の服、いや、もうこれ絶対撃たれるだろうと思って、もう撃たれて血を流すためのためにも、絶対そのための真っ白だろうとか、そういうのも、あー、白い服で出てきたぞとか思いながら、あの時代は、真っ白なスーツとか、はい、真っ黄色スーツとか、はい、そういうのを着てらっしゃったんですよ、あ、本当に実際にそうだったんですね、そうなんですよ、演技としては血が染まってかっこいいですけども白いスーツ着てらっしゃる組長っていうのは結構いました、そうなんですね、帽子をこうかぶって、あ、なるほど、はい、いや、僕もうあの白で来た瞬間に、あ、もうこれ絶対殺されるわって思っていや、もう非常に感銘を受けましたと言いますか、非常に私のそのグレーゾーンという作品も、まあ、そんなに、はい、なんていうんですか、違うとしゃって出たりとかはしないんですけども、はい、作れたらちょっと、まあ、今回1作目なんですけど、はい、2作目3作目と作っていきたいというか、楽しみですね、ちょっとその、非常にインプレッションを受けたの でちょっとね、まあ、ちょっと映画の話が長くなっちゃったんですけども、はい、一つお伺いしたいことがあって、はい、YouTube の動画をさせていただいてるんですけども、はい、上野の吉原の工房、はい、吉原、はい、あの苦労されてる、はい、吉原リーグですね、はい、はい、で、霊が見えるという、はい、お話なんですけど、で、霊が見えるというお話なんですけども、はい、それについてちょっと詳しくお伺いしたいんですが、はいはい、見えるっていうのは実際具体的にどういう感じで見えるんですか？見えるのは昔からちっちゃい時から見えてたんですけども、人の役に立てるようになっていったっていうのは行を始めてからで、はい、亡くなった方と意識合わせたら更新できたりとか、二重に見えちゃってよく車乗ってて、はい、横断歩道に歩いてる人危ないってなっちゃうことがあるんですけども、二重に見えてる。ああ、その肉体と霊体がってことですか。はい、はい、生きてる方と亡くなった方が見えちゃう。ああ、なるほど。あ、どっちがどっちかちょっと分かんなくて、はい、あ、と思って、はい、で、ブレーキ踏むと実は生きてらっしゃらない方だったんだということで、危ないですね、運転しててね。そうなんですか。今はもう運転してませんけども、あ、はい、はい、でも例えば戦没者供養をさせてずっとさせてもらっているところがあるんですけど、はい、お墓の前でこう熱心にお上げたりお経をあげたりしていきますと、一人一人上げていきますと、はい、いろんなご注文されます。ご注文、はい、ご注文、どんなご注文ですか？例えばですね、はい、熱い熱い熱いって言って、冷たいもの欲しいって言ってお墓を見てみますと、すごい熱いところが設置されてたりとか、 あと面白かったのは、なんで隣ばっかりみんな拝むんだって言うんですよ、隣のお墓がですね、はい、で遺族の方に聞いたんです、そうおっしゃってますけど、なんでですか、は
こっちは文系なんですよ、でこっちは本家だから。ああ、なるほど。あ、文系さんも拝んでほしいって言ってますよ。あ、分かりました、両方拝みます。あ、翌年行きましたら、で遺族の方がどうしてます、怒ってませんかって言って、いや、あの二人仲良く今酒盛りしておりまして、で酒盛りシーンが見えてきまして、でお酒の魚はあの光り物欲しいって言ってますよって、お供えしてくださいって、そういうこともあったりとか、中には自分が、誇りを持って日本のために戦ったってことを伝えてほしいとおっしゃってます。そういう声ってのは、その何て言うんですか、声で聞く場合と文字で来る場合と、いきなりポンとそのことが頭の中に入る場合と、ですから吉原の場合は皆さんがこう助けてくれって、関東大震災の1923年の関東大震災の時に亡くなった人たちなので、もう助けてくれっていう、もう成仏してないって大体500人以上いましたの でそれで供養を始めるようになったんですが、いろんな才能が皆さんお役目があると思うんですね。前が見える人とかで、まあ、私のように亡くなった人の声が聞けるとか、だから私は亡くなった方の言葉を今生きている方に伝えるという、そういうお役目をいただいたかなと。なるほどですね。ということは、結構その大川隆法の霊言、はい、あれについて、はい、あれは見られていてどういうふうに思いますか？すごいと思いますよ。はい、あの私はこう短いんですよ、言葉が。はい、で短い言葉でポンとくるんですよ。はい、で例えば神様の言葉だと、もう最近よくブツブツと会話しちゃって声出しちゃって怪しい時があるんですけども、なぜだって言われた時、なぜならばとか言ってるんですよね。まあ、でもそんな会話なんですね。あの来る方は短いんですね。で大川隆法先生のは長いんですよ。あ、で、はい、ちゃんと会話が長くされてるんですよ。はい、私はその短くてもものすごくエネルギーを消耗しますから、体もったいないのに、もう終わるともうヘトヘトになっちゃうので、でそれを岡田先生にやられるって、もう本当にお体大丈夫なのかなと思うと、ものすごいことをされてるなと思います。あのご著書なので、はい、自分に共通するものとかがこう書かれたりしているので、あの私は霊言されていらっしゃると私は思うんですけども、はい、なるほどですね。あの出家をされたという話なんですけども、はいはい、新本州の高野さん、はいはい、あの私確か記憶が正しければ私の叔父ですね、隆法、はい、の、はい、兄が、はい、確かその高野山で、あ、多分あの同じようにその、はい、資格を、あの僧侶の資格を取られたっていうふうに聞いてるんですけども、はいはい、昔その高野山か比叡山かどっちかで、まあ、その資格を取られた。高野山と比叡山と全然違う。そうですね、ちょっと私の記憶が、比叡山は天台宗、高野山は新宮宗、ちょっとすみません、間違えられるんですよ。どっちかちょっとあの、まあ、私も、はい、あの直接会ったことが多分2回ぐらいしかなくて、はいはい、どちらかでそう、はい、取ったっていうのを聞いていて、はいはい、そう、それでちょっと思い出したんですけど、はい、あのそこにあの、高野山に行こうと思われたその理由っていうのは、はい、あのどういうところですか？私はもともとそのいろんなものが見えるっていうので、はい、まあ、エース患者さんのボランティアやった時に、はい、どんどん亡くなって頼ってもらえて、これをどうしたらいいかっていうことで業を始めたんですけども、はい、で、あの山岳行者でありまして、はい、あの四国の霊峰の石井さんに登ったりとか、大峰とか富士山とかいろんなあの行者をやっておりまして、その中でどんどん弘法大師空海の絵の道が開けていってしまった、はい、石井さんっていうのは弘法大師空海が修行された山だと言いまして、もともと遠野行者さんのファンで、遠野行者和山というところにある山の、乗ってる、そこに乗ってる山を全部習って登ろうと思ってやってたんですが、弘法大師空海さんへの導きがあったのか、はい、どんどんそちらの方で開けてきました。一時からは宗教にしていますか、はい、あの不動者の道を開きたいっていう感じにどんどんなっていたっていう、ね、私は光の当たってない人とか光の当たってない世界をずっと取材してて、もがいてる人たちがいっぱいいらっしゃるんですよ、
で、話を聞いてるうちに世の中にいっぱいこう話を聞いてもらいたくても聞いてもらえなくって一生懸命頑張ろうとしてる人がいるから、そういう人たちが気楽に来れて話を聞いてあげられて素早くに帰っていただけるような、かつお金のかからないそういう場所を作りたい。身に駆け込みじゃないですか。そのためにはやっぱり僧侶になって住職の資格をもらわないとできない。そういう素朴な疑問なんですけども、はい、ご自身で団体を作ろうとかすることは思われなかったんですか。団体じゃなくてお寺が欲しいと思いました。なるほど、はい、それは今後予定としてお話をお寺の話いろいろ、まあ、本なんかのもいただいたりもしてるんですけど、はい、なかなかご縁がないのと、それともう一つ割とすごいいいお寺の話があって、上下関係、はい、役立ち社会と一緒ですので、そうなんですけど、師匠が、まあ、黒って言ったら黒なんですけども、はい、その師匠も大丈夫ですかもう何でもとにかく師匠、はい、波紋までありますので、あ、はい、で師匠にこの話どうでしょうって言ったら、そしたらいい話じゃないかっていうところまで言ってた話があったんですが、はい、コロナで話が進まなくなりまして、あ、これはもうどうしようもないことで進まなくなってるから、ご縁がなかったんだなと。なるほどですね。行くときはうまくいくときはトントン拍子に行くんですから、もうまだまだまだなのかなと。でも今後もしさ、まあ、流れてるんですが、機運が来れば、はい、ご自身のお寺っていうんですか、はい、お寺を持てたらいいなと。やっぱり拠点がある方がいいなと思いますね。なるほど、なるほど。まあ、結構新興宗教みたいな30年前ぐらいがいろいろ出てきたと思うんですよ、はい、まあ、多くの科学のオウム真理教たちで、はい、いろんな宗教が出てきて、はい、まあ、それで、まあ、消えていったものもありますし、はいはい、あとはその、まあ、最近ですと宗教と名乗らない宗教みたいなのが増えてきていて、まあ、オンラインサロンみたいな感じで、はいはい、まあ、宗教法人格は持ってないんだけれども、はい、やってることはもうほぼほぼ宗教と同じ、まあ、一人の、強力な教祖みたいな、ね、力を持ってる発信者がいて、はい、で、まあ、信者っていうか、まあ、ファン、まあ、ファンっていうのもかなり熱狂、ね、超熱狂的なファンがついてるみたいな、そういうのが結構増えてきてるんですけど、はい、最近のその何て言いますか、新宗教といいますか、はい、そういうなんか動きといいますか、そういう団体とかのってどういうふうに思われますか。羨ましいですね。羨ましい羨ましい私はもう地味にやっておりますし、はい、なんていうのかな、みんなすごくお金もいっぱい寄付されたりとか。あ、そうですね、はい、特にお金に恵まれてない方が一生懸命お金を作って寄付をされたりしていて、でそれで、まあ、結構華やかな宗教もあって、そうですね、はい、羨ましいなって。普通の新聞紙のやり方をそのままやってるので、でも変えていかなきゃいけないんですけども、今の時代に合わせて、はい、でもまだそういうことが、みんなで僧侶たちが布教師たちも研修会とか会議になると、なんか変えていかなきゃいけない、どうしたらいいんだろうってやってるんですけども、でも新しいその宗教のようにはなれないので、若い人をどうやって掴んでいくか。あ、ね、それはやっぱどこも多分ね、うん、やっぱり組織に属してるとやっぱりちょっとやっぱり、はい、自分一人の意思では何とでもならないっていうことが結構、はい、そうですね、やっぱり工房大使国会がトップですから。なるほどですね、はい、その教えを伝えなきゃいけないし、やっぱり組織の中に入っているので、組織を汚すことはしてはいけないあります。ちょっと多分これ以上突っ込んだら動画で流せない内容になりそうなので、突っ込みませんが、非常に大変なんだなということはすごく感じておりますなるほどですね。でもね、何かその機運といいますか、はい、が巡ってくるといいですね、はい、私がお遍路しておりまして、はい、14遍間でありまして、はい、1400キロを14回回ってるんですけども、はい、でその何回目かの時にお大師様って、まあ弘法大師空海のことをお大師様って言うんですけども、お大師様は、私は何回回ったら自分のお寺持てるでしょうかねって言って、88番最後のお寺に向かってる時につぶやいたんです。
でそうしたら18っていう数字が今度頭の中にあったので、あ、全部で18回回ってからスタートなんだと思いまして、今14巡目です。まあとりあえず18までは自分の修行だと思ってやりなさいってことかなと思いまして、あ、分かりました。そうですね、あと4巡ですか。はいはい、そこからはあの人を連れて行って回ったりとか、はい、そういうこともしたいなと思うんですけど、はい、確かにそのね、コロナでっていう話だったので、多分この女性が落ち着いたら何かまたね、ちょっと、はい、あの、そうなんですよ、なんかコロナでお寺ができるためにと思ってコツコツちょっと小金をなんだかんだやってたのが全部なくなりましたから、ね、またやり直しですね。でも、あの、ぜひそのあの実現することをありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、本日はですね、あの、家田翔子さんと対談ということで、はい、撮らせていただきました、はい、まあ、コラボ動画と、ね、あの、合わせて、はい、ぜひぜひ、ご覧ください。大変貴重な機会をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。